大手門石水堀跡、七尾城は、島根県増田市七尾町にあった、日本の城。城跡は、同志三宅町にある、三宅五度跡と,と共に、国の史跡、増田市城管跡に指定されている。七尾城は、岩見国の国史として、鎌倉時代に、増田荘を本拠とした増田市の城。歴代の増田市が、館とした、三宅五度院などの爪の城として、 標高約120メートルの七尾山に築かれた。山頂の本丸跡からは、増田平野から日本海までを一望できる。なお、三宅五屋跡とは、増田川を挟み870メートルの距離がある。発掘調査により、大小40余りの狂は、空堀、土塁、井戸跡などが発掘された。さらに、戦国時代後期のものとされる、 祖先建物や遺物が多く出土しており、毛利元隣と対立した頃には、増田富士県と家臣たちが居城とするなど、戦時のみに使われる城郭という従来の山城のイメージを塗り替えるものである。追記時期は諸説あるが、通説では研究4年に増田健康が築城したとされる。資料に登場するのは、南北朝時代で、延元元年に南阿佐の三隅氏が、 北尾崎軌道を吸収したことが、増田家文書に残る。戦国時代後期、増田氏は、当氏と遠赤関係にあり、大名寺の辺でも、東高房に協力していたが、その東春方が、天文24年の五福島の戦いで、毛利元成に敗れると、当時の増田氏当主、増田富士県は、毛利勢の攻撃に備えて城を大改修した。この時、富士県とその家臣たちは、 三宅五度井を出て、七尾城内に移住したとされる。その後、藤県は、元成の軍門に降って、毛利氏の家臣となり、藤県の子、増田元将は、三宅五度井に館を戻した。慶長五年、関ヶ原の戦いに敗れた毛利輝元は、巣王国、長戸国の二カ国へ原放されると、増田岸将も、毛利氏に従って、長戸諏訪へと移り、七尾城は、 廃場となった。廃場時に、城の大手門は、伊公寺に移築されて、草門としてなって謙存しており、伊公寺草門として1961年に、島根県の指定文化財とされた。さらに、昭和40年代には、三宅五度屋とともに、島根県の史跡として指定される。そして、2004年9月30日、再び、三宅五土居と、セットで、国の史跡、 マスダ上官跡となった。ありがとうございます。